切り抜きで、なんかあのペイコちゃん先輩が、スバル先輩が新しく作ってるものに金玉つけたって聞いたんだけど、なんか垂れてるわ。バレちゃったか。これなんだこれ。これどうする、複数人の犯行なんだこれ。なるほどね。ちょっと今日はあの垂れた金玉あたりに、なんかね、争いは良くないからと思って、落ち着けようと思って、こよちゃんとスバル先輩の顔で、やろうと思った。あと、ペコちゃん先輩とラミンの顔でやろうと思ってたけど。予定では、この金玉の前につけて、金玉から飛び出してくる感じしようと思ってたんだけど。争ってばかりいると、ネネが勝手に、キスマシーンにしてやるからな。やっぱラブ&ピースなんだよね、世界は。愛で溢れてる世界でありたい。